X-15。X-15 は、アメリカで開発された高高度極超音速実験機。ノースアメリカン社によって3機が製作された。ジェットエンジンではなく、ロケットエンジンにより、高高度まで上昇できる能力を持つロケットプレーン、であり、この機体で得られた極超音速化での空力特性や、熱力学的影響などの研究結果は、やがては、 スペースシャトルの開発にまで貢献した。X-15 の歴史は第二次世界大戦直後のドイツから始まる。ドイツの敗北と占領によってベルナー・フォン・ブラウン博士を含む多数の航空宇宙技術者や資料機材類を獲得したアメリカはその中にあったシルバー・ボーゲル構想に着目した。ロケットエンジンによって一気に上昇加速した後、 大気圏上層をスキップするように飛行し、地球の反対側まで到達して爆撃するという対処地爆機というもので、大陸間弾道ミサイルの開発がまだあまり進んでいなかった時代、その存在は非常に脅威になるものであった。また同時に、有人宇宙飛行をソビエトと競争するという課題もあり、アメリカはそれに向けて動き出した。1954年、米空軍。 米海軍、中、NASA の前身の3社により、マッハ4ミ以上の国調音速における飛行研究計画が決定した。同年末、核メーカーに要求仕様が提示され、1955年末に、ベルエアクラフト社、ダグラス社、ノースアメリカン社、リパブリック社の4社の設計案から、ノースアメリカンのものが選定された。1956年には、 リアクションモーターズ社の XLR-99 ロケットエンジンが採用された。だが、ロケットモーターが間に合わなかったため、初飛行時には、XLR-11 エンジンを搭載した。1号機の機体は1958年10月15日に完成している。なお、XLR-99 搭載時には、リアクションモーターズ社は、サイオコールケミカル社に合併吸収されている。 1959年9月17日、専用の空中母機である NB-52A 及び NB-52B から滑空テストを行い、その後、XLR-11 エンジンを使用して初の動力飛行に成功した。1960年3月28日には最初の XLR-99 がエドワーズ基地に届いていた。 それは X-15.3 号機に搭載され、6月8日に地上においてのエンジンテストが行われた。だが、XLR-99 の無水アンモニアタンクの圧力調整弁が故障、爆発を起こした。死傷者は出なかったが、機体、エンジンは共に大破。3号機はメーカーのノースアメリカン社で修理されることとなった。 1960年には XLR99 を搭載した X-15.2 号機が動力飛行を行った。1960年8月4日には1号機がマッハ3.31を達成。8月12日には同じ1号機が飛行高度4万1605メートルを達成した。X-15 の着陸には機体の制限が多く、 神経質にならざるを得なかった。機体サイズが小さく、前輪も、後部スキットも短かった。そのために、着陸時に、X、X-15 は、下部垂直安定板の一部を切り離して、着陸することになった。1962年11月9日に行われた、通算フライト74回目に、2号機が着陸事故を起こした。2号機は、 修理に伴って改造、胴体や降着装置の延長がなされ、ドロップタンクが搭載可能な X-15A-2 となった。1963年8月22日に行われた91回目のフライトで、ジョセフ・ A ・ウォーカーの操る機体が高度107,960メートルに到達した。これが、 X-15 計画中の最高到達高度となった。1967年10月3日に行われた188回目のフライトで、ウィリアム J ナイトの操縦する X-15A-2 が最高速度時速 7274km、マッハ6.7を記録した。なおこの時、将来のスクラムジェット実用化のために、実寸大モデルを 下部垂直尾翼に装備し、さらに新たに開発された耐熱塗料、蒸発して機体を熱から保護するアブレーション例を塗布した。しかし、この塗料をもってしても機体を守り抜くことはできず、スクラムジェットのモデルは無残に消失していた。機体は重度の損傷により引退した。なお、X-15A-2 の限界速度はマッハ。 8と設定されていたが、試験飛行時にその速度を出すことはなかった。X-15 はこれらの記録到達の他にも、微小隕石の採取や赤外線、ラジオメーターを用いた高度2万1000メートルから3万500メートルからの地球放射の計測などといった確実的な任務にも従事していた。1967年11月15日に、 行われた191回目のフライトでは3号機が高度19000メートル付近で空中分解を起こしパイロットのが死亡した。また機体は完全に破壊された。1968年10月24日、1号機による199回目のフライトをもって X-15 の飛行試験は終了した。 現在では1号機がスミソニア航空宇宙博物館、2号機が国立アメリカ空軍博物館にそれぞれ展示されている。X-15 のボディはテーパー比の少ない直線翼に設計の断面の全誘導垂直尾翼、胴体上下装備、水平尾翼を持つブレンデッドウィングボディである。内部はほとんどが推進剤である液体アンモニアと 液体酸素のタンクで占められており、機体後部にエンジンが搭載される。また、X-15A-2 は、胴体両側に機体と同規模のドロップタンクを装備可能である。このタンクは、マッハに前後で投記され、パラシュートを用いて落下させた後に再使用された。エンジンは、当初予定されていた、XLR-99 の製造が間に合わず、 X-1 でも使用された XLR-11 を搭載していたため、本来の性能を発揮できなかったが、後半から XLR-99 エンジンを搭載し、本格的な実験に入っている。推進剤はいずれも液体アンモニアと液体酸素である。X-15 は自力で離陸せず、母機である NB-52 の主翼下に喧嘩された状態で、 高度13,870メートルまで上昇した後に空中発進する形式をとる。降着装置は前輪と後部のスキットで着陸の際には下に突き出た垂直尾翼のうち半分を切り離す。なお、地上では後輪の代わりにドリーでビブを支えている。極超音速における空力加熱に対処するため機体にはチタンやステンレスのほか、 インコネル X と呼ばれる耐熱ニッケル合金を使用している。また、初期は機種に飛行データ計測センサーを有していたが、後に取り外されている。操縦系統はエルロンを有さない、ロールの制御は、作動式スタビレーターで行うこと以外は、従来のものと変わらないが、超高高度では、空気力が小さいため、機種上下左右、ピッチ及び、用、制御と、主翼両端。 ロールを制御に備えられた人工衛星と同様の RCS リアクションコントロールシステム姿勢制御小型ロケットを用いる。飛行特性は解 -104 に似ており、そのため解 -104 がチェース機を務めることが多かった。また操作性に関して X-15 のパイロットの一人であったビルダナは X-15 は 安定した操縦しやすい機体だったと述べているが、同じく X-15 のパイロットだったは、X-15 は挙動の予測のつかない機体だったといい、そのため X-15 をブラックブルという非公式愛称で呼んでいた。寸法、重量と航続距離は X-15A-2 のものの現在に至るまで最大速度、最高高度の公式記録を保持している。 速度記録としては、スクラムジェットを搭載した、X、X-43A ハイパー X による、マッハ9.68が最高であるが、有人という点では X-15 を凌ぐ、有人航空機は、現れていない。また高度記録は、国際航空連盟の定める宇宙との境界線 100km、カーマンラインを突破しているが、X プライズスペースシップ1が、 飛行式にこの記録を上回っている。なお、計画参加パイロットには、後に、アポロ11号で人類初の月面着陸を果たす、ミール・アームストロングがいるが、マーキュリー・アトラス6号によるジョングレンの軌道飛行が、熱狂を持って迎えられると、NASA へ早々と映ってしまった。下記の他にも、ナイトミュージアムに、2009年や、キャプテン・アメリカ、ウィンター・ソルジャー、 2014年には、スミソニアイ航空宇宙博物館に展示されている1号機が背景としてはしている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。